転属2回目第13部、始まるよ。これより作戦を開始する。デルタ4スタート。デルタ4スタート。予定通りターゲット2機が周囲を警戒。ブラック6、視界確保。視界良好。ターゲット確認できる。ファーストターゲット2機に目立った動きはない。デルタ4確認、始めてくれ。着弾。ファーストターゲットのダウンを確認。ゴー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 。ブラックワンより各機、作戦を開始する。直ちにターゲットを制圧せよ。民間機には多くの人質が監禁されている上に、離陸直前の状態で燃料が満載されている。犠牲を出さずに任務を遂行するためには、ターゲットとなる敵機を迅速に撃破しなくてはならない。我々の介入に対する報復で民間機への攻撃も考えられる。少々の被弾で即爆発とはならんだろうが、万が一のことがあれば本作戦は失敗となる。民間機のダメージには絶えず注意を払え。また空港内には燃料補給車も存在する。これを爆破車両とするかは任せるが、中身がジェット燃料だということを忘れるな。爆散すれば効果範囲は広い。民間機へのダメージを考慮して使用しろ。全敵殲滅をもって作戦終了とする。腕を見せてもらうぞ、ブラック6。敵は休憩中だったのか。旅客機周辺にはたったの4機しかいません。やっぱ傭兵崩れはダメだな。パパパッと解決して、終わり。いざ前期前進。ステージ17、ブラジル空港解放戦。敵は旅客機を囲む4機、右側に4機、増援8機の全16機。まずは無力化したバンカーを潰す。どっせー。今潰したのはみんな第一デニス君。ハフマンでは最新機でしたが、無印デニスじゃ今は肩落ち。後継であるデニスレブを含めると、ファーストからフィフスまで全シリーズに登場しています。えらい。乗っているのがハイジャック班ではデニス君も浮かばれまい。さっさと助けてやるからな。第2ターン、舞台3回。クリスティン、ダリルは上の機体を攻撃。動けないまま殴られる。痛さと怖さを教えてやれ。ジョージ。ジョージ。倒したぜ。ウォルター、ダモン、ヘクターは旅客機下の標準を攻撃。人質安全第一、当たり前だよな。3機はそれぞれマシンガン、ライフル、ショットガン、削りにおいて最適な組み合わせ、お来世。ウォルター新スキル、スピード、ランク 1.2 倍。最後はヘクターのショットガンで、終わり。皿を上に動かし、ヘクターン。左上に残された遠洋のアタック。皿の両腕に着弾。やけくそで旅客機を狙わなかったのだけは褒めてやろう。第3ターン、皿、クリスティン、ダリルで遠洋を囲んで叩く。勝利。やっちまったぜ。敵ターン、右奥のシンティラ4機軍団移動開始。慌てふためいて旅客機を抑えに来ますが、時すでに押すし、税庁に出迎えて差し上げろ。こちらはコンテナ付近まで進軍。ここで網を張り、ハイジャック班を一網打尽とする。敵ターン、シンティラ組はコンテナの間に突入。さらに右奥から増援出現。デニス、シャカール、ギザ、シンティラ、遠洋2機。これで傭兵グループは全員揃ったな。いざ勝負。第6ターン、ダリル前進、シンティラファイト、ヒー。クイッ。クイッ。よっ、ハー倒した。タフイ格闘組を倒したらあとは消化試合。敵から倒してほしいと近寄ってくるので、バンバン倒してあげましょう。
君がラストの遠洋踏んだね。じゃあ、死のうか。終わったぜ。アンブッシュには何点もらえるかしら。ウォルター、サラ、ダモン、クリスティンレベルアップ報酬3200円、改造ポイント4ゲット。ブラックワン、こちらブラックシックス、輸送機が離陸態勢に入っている。ブラックシックス、それは予定行動だ。攻撃するな。予定行動？すぐに分かる。ご苦労だった。作戦成功だ。撤収。了解。2098年5月9日19時58分、ブラジル空港管制塔。どうだ？レーダー機へ並びに識別信号、受信良好です。どういうことです？トローリング兼巣穴探しだ。釣りは好きか？釣り？すぐにわかる。輸送機にミサイル、ロックオンされています。ミサイル？別口か？輸送機ロストしました。識別信号は受信中。入れ食いだな。墜落地点は？南米です。ペルーの山中。同年5月10日7時54分、ハフマンからブラジルに飛び一仕事、その足ですぐさまペルーへ。メン。こいつを開けてみろ。随分と頑丈なパッケージだ。中身は？どこぞの政治屋が溜め込んだ金塊でないことは確かだ。マイコーン！マイコーン！新型パンツァーの試作機だ。 S 型デバイス専用にデザインされている。ま、早い話が餌だな。餌？所属不明機の接近を感知。機影47増加中。ぜひともお話を伺いたい方々だ。丁重におもてなししろ。3回3回。ワン。ブラックワンより各機、客人をもてなすぞ。ご丁寧に輸送ヘリまで引き連れているとは準備万端のようだ。彼らの目標はコンテナに積載されている新型試作機とみて間違いないだろう。無論くれてやる道理などない。コンテナの保護を最優先とする。敵の輸送ヘリをコンテナに張り付かせるな。ここで略奪されては全てが水の泡だ。現在我々の任務は情報の収集にあるが、脅威に対しては断固としてこれを排除する。死体もいろいろ語ってくれるものだ。全敵の殲滅をもって任務完了とする。ちょろかったハイジャック犯と違い本格的な包囲陣形。気張っていこう。ペルークスコ、アウサンガテ山のふもと。コンテナを囲むように配置して、いざ前期前進。ステージ18、ペルーコンテナ防衛戦。敵部隊は四方に分散配置された全13機と輸送ヘリ5機。同時に攻めてくるなら強敵ですが、順繰りなのでカッコ撃破で余裕だな。まずは右下に突撃、グリレゼクスと遠洋を叩く。ウォルター、サラ、ダモン、クリスティンリンク、生かして解散。消し炭にして差し上げろ。グリレゼクスの反撃、あと少しでウォルター脚部が破損するところ。お、危ない危ない。ボンガボンガと乱れ打ち。最後はクリスティンパンチ。チャージ。やったぜ。続いて奥の遠洋を攻撃。ゴー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 。今度はウォルター、ダモン、ダリルデリンク。当たったぜ。
右下の掃除は終わったので、右上に移動開始。こんな感じで半時計回りに動いていきますわよ。わっせ、わっせ、敵ターン。特に動きなし、なれど右下の輸送ヘリがコンテナに向かって進軍。わかめ、そこはこちらの射程内。第4ターン、輸送ヘリの体力は1721。攻撃も回避もできんのではいいかもだぜ。右上部隊と交戦開始。機体はグリレゼクス、シンジェラ、テニス、ギザ。フリス戦が殴り込み、ダモン、ボルターが支援。倒しきれるかな、どうかな。うーむ、残ってしまった。じゃあもう一回。あうち、倒しきれなんだ。全員行動終了。敵ターン。ゼニス怒りの反撃。しかし誰もリンクに参加してくれない。哀れよのう。やむなく一人連鎖。そこをダモンがスナイプ。見事胴体をぶち抜いて爆散。やりますねー。続いて横のグリレゼクスが攻撃。そんな距離でバズーカを撃つと言わんこっちゃない。同心機でシンジラ爆散。なんちゅう鎧連携じゃ。クリスティンはギリギリ耐えてくれました。うまいぞタフネス。第6ターン。さあ右上を崩しきるぞ。ドカーン。手動。右上殲滅完了。では3つ目。左上部隊へゆるりと進軍せよ。どせ。シュッシュ。最後にヘリコを落として、左上攻略完了。続いて動き、左下を倒す。第17ターン、トカからの攻撃。停戦！退戦！最後はヘクターのショットガン。なんも見えねえ。カメラさんもっと右右。アンブッシュには何点もらえるかしら。ボルター、ヘクター、ダモン、ダリルレベルアップ。報酬3600円、改造ポイント4ゲット。乗員に告げる。無駄な抵抗はやめて投降しろ。我々は USN 軍総コム直轄特殊機構分遣隊、主に太平洋区域を担当する対テロリスト戦特化チーム、通称バーゲスト、軍の犬だ。おやおや、また随分と大物が現れたもんだ。久しぶりだな、ベルナルド博士。まだ私のことを覚えているとは。搭乗時間が足りないぞ、レイノルズ君。訓練を怠ってはいけない。説教は後で聞いてやる。一緒に来てもらおう。罠にかけたつもりかね。私の手がけた作品がこんな作戦しか思いつかないとは、嘆かわしいことだ。元が元だからな。だがのこのこ現れたお前に言われる筋合いはない。私は掃除に来ただけだ。このような愚策なら君も対象に入るぞ。緊急隊に、バカだ。君がウォルターか。なるほど、君に対する評価は正しいようだな。次も楽しませてくれたまえ。といったところで今回は終了です。次回、11年後。それでは皆さん、お達者でー。